そうか。ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪ったね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、分かってるな。おう、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。カットの汗が吹き出やがる。なんで着火してやがんだ。まだ浮きじゃない。こんな奴がいるとはな。せいぜい怯えろ。そして無様に散るがいい。この敵の規模がすげえ。ナルト、奴はまだ真の実力を出していない。分かってるな。お前たちは何もできない。みんな行くってばよ。甘い、飛べ。あとは好きにしろ。みんな行くってばよ。行くぜ。逆ハーレムの術。よし、この調子だ。おいおい、まさか押しているとでも思っているんじゃないのか。これで始末したら、とんだ勘違いだぞ。母はまだ実力の半分も出していない。遅い。逃がさない。これでどうだったのよ。に空間を変えるとは。母さんとお前たちとでは力が違いすぎるのさ。遅い。そみんな行くってば。みんな好きにしろ。行くってばよ。行くぜ。逆ハーレムの術。
クソも隙を見つけるだけでも空間が変わった。サスケ気づけろ。分かってる。お前は選択。あれくらいで伝わらないか。逃がさぬ。お前には届かぬ。ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばす。遅い。逃がさぬ遅い。逃がさぬ遅い。遅いな。魚の気が鈍った。今だ、ナルト。今だ。オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める。それは俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。動けねえ。くっそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。オビト、ゾロゾロと。アマテラス。脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。死ぬ損ないの体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。場違いだ。俺は確かにお前の言う通り失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。どんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかないたった小さな光だが、俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。お待たせ。はっはっはっ。
お前には届かない。これで始末できる。準備 OK だ。お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ、サスケ。お前を闇に落とした責任は俺にもある。できるならお前にもう一度選択を与えたい。だからお前たち二人はここで終わるべきではない。お前には届かない。逃がさない。甘い。当たらん。死に損ないの虫けらが立ったところで結局は何もできやしないのさ。分かっている。だがそれでもやらなければならないことがあるんだよ。時間稼ぎができればいい。持ってくれ俺の体。まだか、ナルト。クトン、フーラング。これは壁になる。あとは頼んだぞ。クトン、フーラング。飛べ。クトン、フーラング。逃さないわ。捕らえてしまった。これで始末だ。これで始末だ。お前には届かぬ。逃がさない。バカな。目覚まよ。選択。必死になってバカみたいだ。これで始末。飛べ。お前には届かぬ。逃がさない。抜け出したか。サンキュー、オビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体がおめえ。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせてこの空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。
守り抜くこと。オイト、お前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ？なんて顔しやがる。俺はこれから向こうで凛と二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなく、その人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず、火影になれ。ああ。そして、カカシ。オビト、お前は。すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだ、なんだよカカシ。そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。はあ、そうか。俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか。だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。車輪ガンだと、どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。え？その力はわらわのもの。母さん。わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい。やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。
オビト、ありがとう。お前に借りたこの力で、あいつらを、世界を守る。この力、今までの力はまずは一本。次だ。限界が近いようだ。だがさすがのやつもあれだけダメージを与えれば。え、何あれ。
あれってば、俺の後ろの弾か。でも、大きさが違いすぎる。あれは…大丈夫かい、母さん。もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。一つに、チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、奴の言う終わりの道とやらを歩く気は？これっぽっちも。当然だ。忍びの歴史ってのはな、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜ、サスケ、さくらちゃん。うん。行け。小さなチャクラどもが、わらわを、わらわをなめるな。なんでさっきを、ここまで来てひるむかよ。ぬ、く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 、なかなか倒れねえ。話す暇があったら奴を攻撃しろ。残された時間は少ないんだぞ。飛べ。お待たせ。逃がさない。目障りだ。これでしまい。この勝負、母さんの勝ちだ。甘い。これどうなったわよ。やだ。わらわにこれ以上立てつくな。
お前には届かぬ。飛べ。母さん、ここまで。何なんだよ、お前たち。どこにこんな力を。てめえは俺たちを甘く見すぎなんだよ。そんなもんじゃねえぞ。これどうだったかよ。飛べ。どうか。今楽にしてやる。行けるぜ。どこを狙う？雨の手付け。貴様ら。ナルト、準備はいいな。ああ祖であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ。行くぞ。チャンスです。Good job!